その VIP として美術商業の学科のエリアの中で土日に今集中的に投下されてるものっていうのは証明されてるものなんですよ。つまりもう的中したとか、これをこの時期やったら学力が伸びるとかっていうのはもう証明されてることなんで、我々としては行ってこいで出してないんですよ。研究の成果として客観的な検証を経て出してる。それは我々は結局科学者のような思考モードで日々挑んでるがために、検証は出す前にしてるので、もう証明されてるんです。つまり我々の意見ではなく、もうすでに検証という客観的なフィルターが通されているものが VIP ラウンジに投じられてますので、約束されてるっていうのはそういうことですね。約束されてるものに対して、例えば出たり入ったりすると、それは崩れますね。出たり入ったりすると、国語だけとか英語だけとか、講習会だけとか、それは出たり入ったりなんで、やっぱり一貫性、コンシステンシー、コンシスタントベーシス、継続して一貫してやっていくことが着実な進展をが約束されている道に乗っかるということが、VIP の概念で大事なところです。つまり出たり入ったり、ちょっと体験したとか最後だけ受けたっていう人は、分かった気になってるっていう思い込みのバイアスが非常にかかりやすいです。バイアスがかかりやすい状態で飛行機に乗ると、飛行機で居心地が良くなります。思い込みがあると、バイアスとノイズが大きいと迷いが生じます、飛行機の中で。そうするとその結論でいう目的地に到着した時に疲れてます。疲れるといいものが出せないので、卒業制作で不本意なものを出してしまうということになります。我々学科チームが提供しているものっていうのは、先ほどお話にあったように、我々の意見ではないというですね、ここは他の予備校にはないですね、美大英語、美大国語、美大小論文、いわゆる美大学科っていうものに対して、美大がどういう考え方を持ってるかを、我々がそこをスキャンしてですね、アナライズした上での提供なので、これはですね、学科を例えば批判するということは、学科に対して軽んじるということは、すなわち美大の思考を軽んじるということですから、結局のところそこに、大いなるコントラディクションですかが起こってくるということになってしまうっていうことをですね、やはり考えの一つとしてですね、押さえておく必要があるかなと。VIP になることによって、そこの部分がしっかりとですね、会得できる、
はい、これまさしくですね、はい、VIP であってですね、はい、英語とか一般論ではなくてですね、あくまでも VIP ということである限りにおいてはですね、はい、美大の思考、はい、すなわちイコールベリーインポータントパーソンになるショートカットであった、はい、それに気づけば1年間の学科の授業というものをフルに活用することがいかに将来につながっていくかということが、はい、認識できるんじゃないかなというふうに思います、はいはい、すなわちそこを春季講習を出ることによって理解した人が VIP のコースに入ってる、行くわけで、すなわちその理解っていうのを時間とともに着実に積み重なっていくことが未来の自分のアウトプットに直結していくということで、例えばこの入学式であったり基礎カリキュラムにおいて理解ができていないまま進んでいくとバイアスやノイズが入りやすくなります。バイアスとノイズ、特にバイアスの方は将来あのエクセレントなアーティストに向かうにあたって大きなバリアになってしまう。これはあのバイアスというのは非常に危険でして、はい、アーティストになった後にそのままバイアスかかったままいきますと、はい、本当にミステイクな方向性しか持てなくなってしまいますので、はいはい、そうすると例えばアーティストとして体制できないとか、あるいはまあ生活できないとかっていうのは結局のところ振り返ってみると出発点に間違いがあったということになってしまいますので、はい、それをシフトするためにも、はい、今考えを、はい、あの講座の夏季講習のパンフも書きましたけども、はい、パラダイムシフトですか、はい、を今起こすべき、まあ一刻も早く起こすべきではないかなというふうに思ってます、ね。はい、キャットムービー立ち入りよろしくお願いします。お願いします。